代表的なゆるキャラのモンゆるキャラは、ゆるいマスコットキャラクターを略したもので、地域おこしや、名産品の紹介、イベントや各種キャンペーンなど地域全般の、情報 PR、企業、団体のコーポレートアイデンティティなどに使用する、マスコットキャラクターのことである。特に地域の PR を目的としたものは、ご当地キャラとも呼ばれる。 そのような可愛らしいキャラクターのイラスト全般を指す場合もある。競技のゆるキャラは国や地方公共団体その他の公共機関等のマスコットキャラクターで着ぐるみ化されているものに限られるが、講義では企業、団体のプロモーションキャラクターなどおおよそ広告としての意図や効果を持つものすべてが含まれる。2017年現在ゆるキャラの商標管理はゆる。 キャラグランプリ実行委員会と株式会社ゆるキャラになっている。2020年10月時点で日本語統治キャラクター協会への登録は全国約230だが実際はその何倍ものキャラクターが生まれている。ゆるキャラという名称は漫画家エッセイストである三浦純が考案し、三浦も自分が命名者だと自認している。 2004年11月26日には、ゆる、キャラという言葉が、不走者と三浦順によって、商標登録されている。これは、無関係な第三者により商売に利用されたり、第三者に商標を取られ、ゆる、キャラという言葉が自由に使えなくなることを防ぐためで、ある。また、ゆるキャラを使用したサイトでは、ゆるキャラという文字は、 三浦淳氏の著作物であるとともに不走者及び三浦淳氏の所有する商標ですと明記されている。新語流行語大賞では2008年にゆるキャラがノミネート2013年にご当地キャラがトップ10入りを果たした。ゆるキャラの一覧は観光庁のマスコットキャラクター一覧を参照。ゆるキャラの提唱者である三浦淳はあるキャラクターがゆる。 キャラとして認められるための条件として、以下の3条件を挙げている。郷土愛に満ち溢れた強いメッセージ性があること。立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること。愛すべき、ゆるさを持ち合わせていること。三浦はこれに加えて、原則として着ぐるみ化されていることも条件に挙げている。また、郷土に由来する、いろんなものを盛り込みすぎて、 説明されないと何が何だか分からなくて、笑いを誘うようなところ、突っ込みどころの多くトンチンカンなところ、プロが商品開発のことを考えてリサーチしたりせず、行政や市民といったキャラクター作りの素人が作るが、ゆえのゆるさ、なども指摘する。条件に、郷土愛が含まれていることからも分かるように、三浦の想定はあくまで、地方の村起こし。 地域振興のためのキャラクターであり、この定義に従えば、全国展開する大企業のプロモーションキャラクターは、対象に含まれないことになる。しかし2009年の、ゆる、キャラ祭りには NTT ドコモの、羊の羊くんのような大企業のキャラクターも参加を認められており、時代とともに、対象の範囲は拡大されている。ただし当時の、ゆる、キャラ祭り実行委員会では、 大企業などのキャラクターの参加も認めるものの、イベント協賛企業のキャラクターとして、明確に区別していた。三浦は、ヒコニア、が、ブームになった2006年を境とした、ヒコニアン、ビフォーアフターで、ゆる、キャラという言葉の使われ方が変化したと指摘する。ヒコニア、以前は自分たちのキャラクターを、ゆる、キャラと呼ばれることにマイナスイメージを持っていた、自治体側が、ヒコニア、 ミコは自分たちから、ゆるキャラを名乗るようになり、広告会社等のプロが自治体からの依頼を受けデザインや運用を行う、素人ならではのゆるさという三浦の定義から外れた、ご当地キャラクターも数多く登場するようになった。しかし、ヒコニア、ミコでも、ゆるキャラグランプリ2012で再会グループを形成した、ポピアン、浜寺ローズちゃん、フルルのような、 ゆるさを持つキャラクターは依然として存在しており、ゆる、キャラという故障の定義が広がって、ご当地キャラクター全般を指すようになってきている。業界でも大手のイベントの一つだった、ゆる、キャラ祭りに彦根は、2013年より、ゆる、キャラという言葉を使用せず、ゆるくない世界で地道に地元を一生懸命 PR しているキャラクターの祭典として、 ご当地キャラ博衣彦根へと解明した。2014年には同様の大手イベントだった、ゆるキャラサミットインハブも、企業キャラクターやご当地ヒーローなどに間口を広げるため、という理由で、世界キャラクターさ、ミットインハブに解消している。2010年より、ゆるキャラグランプリが開催されている。2020年3月10日に、ゆるキャラグランプリ実行委員会は、 同年10月3日4日に、岩手県滝沢市の岩手産業文化センターアピオで開催の、ゆるキャラグランプリ2020ザファイナル未来へつなぐ、岩手幸せ大作戦。をもって、ゆるキャラグランプリを終了することを発表した。ゆるキャラ祭りに彦根着ぐるみサミットに合わせて開催。ゆるキャラ祭りに参加するキャラクター以外にも投票が可能であり、 携帯電話による投票部門と公式ガイドブック付属の投票用紙による記名投票部門の2部門で争われ、携帯投票では氏がふるさと観光大使を務める西川隆則を模したキャラクターである多母君、記名投票では彦にゃが制した。主催者がゆるキャラさ、ミット協会に変更され、ゆるキャラさ、ミットインハブに合わせて開催された。冠協賛には、 タウンページがついた。投票対象は、グランプリにエントリーを行ったすべてのゆるキャラ。インターネットによる投票に一本化されたが、主に2チャンネルでの呼びかけによる、フリーメールを利用した、大量の組織票が投票されたために、運営が解析を行い不正とされる票を削除する、措置を取った。最終結果では、熊本県の PR キャラクター熊門がグランプリを、 獲得、ジュングランプリは、愛媛県今治市観光大使を務めるバリギさんとなった。2012年2月27日に、タウンページ公式サイトにて、10位までのゆるキャラによるビデオレターが、期間限定で公開された。最下位だった2キャラのうちの長野県上稲郡南三輪村のマックンは、それを逆手にとって、日本で一番人気のないキャラクターとして、 自虐プロモーションを行い、知名度向上により翌年は48位となっている。日本語統治キャラクター協会から、ゆるキャラグランプリ実行委員会へ主催を移管し、実行委員会の顧問には、CD、ゆるキャラ音頭2009年3月18日に、ビクターエンタテインメントよりリリースした、橋幸夫がついた。昨年に続いて、タウンページ協賛で開催され、 結果発表は、ゆるキャラサミット・イン・ハブにて行われた。投票については不正投票防止のため、ID 登録制となった。昨年の覇者であるクマモンはエントリーを辞退しており、一昨年のヒコニャン、タボ君に続いて2年連続で、前年のグランプリが参加せず、アンバサダーとして、ゆるキャラ、グランプリを盛り上げる役に徹した。 表彰式では優勝トロフィーのプレゼンターとして登場している。グランプリは前年準グランプリの愛媛県今治市のバリーさん。準グランプリは山口県 PR 本部長ジョルルハブ市長賞は群馬県職員、群馬ちゃんとなった。また、三浦淳と安西はじめによる勝手に観光協会賞が埼玉県反応市のピアニ式シに贈呈された。再会は、 大阪府堺市都市緑化センターのキャラクターである、ポピアンで、わずか4票だった。864位の浜寺ローズちゃん、863位のフルルとワーストさんは、大阪府のキャラクターで占められているため、知名度向上を目指して、この3キャラクター、ビリキャラトリオが一堂に会するイベントが行われている。2013年3月15日、10位までの、 キャラクターを絵柄にした切手ともん絵ハガキのセットが発売された。発売に伴って東京中央郵便局で開かれたイベントでもんとバリーさんがゆるキャラグランプリを2013年も開催することを発表した。昨年と同じくゆるキャラグランプリ実行委員会主催タウンページ協賛にて開催された。 ゆる、キャラグランプリ2012実行委員会が母体となって2013年3月に設立された株式会社ゆるキャラの西、周一郎社長を実行委員会会長に据え、実行委員に熊門の生みの親である小山君堂バリーさんを生み出した第一、印刷代表取締役社長、西原徹 GMO インターネット代表取締役、熊谷少女。 エ b ベックスグループホールディングス、代表取締役社長 CEO 松浦雅人、現当社代表取締役、健トールの5人が就任した。アンバサダーには2011年グランプリの熊門、2012年グランプリのバリーさんがついた。この回から、初めて企業枠が設けられ、これまで参加できなかった企業のゆるキャラについても、一定の条件を満たせば、 参加を認められるようになった。企業、その他部門はご当地部門とは別に集計が行われている。前々年と前年の再会だったマックンとポピアンは全国規模のイベントよりも地元地域との関わりを重視するご当地キャラクターとしての原点に立ち返るとの理由で共にエントリーを辞退している。得票数が非表示になる。 直前の10月7日時点の暫定順位では、静岡県浜松市の出世大名家康くんが2位に、約10万票の差をつけて首位であったが、11月24日に、ゆるキャラサミット・イン・ハブで発表された、最終結果では、最終暫定順位で2位だった栃木県佐野市の佐野、丸がグランプリを獲得した。また、企業、その他部門では、 トープ共催のキャラクターであるコースケが1位となった。ご当地部門及び企業、その他部門を合わせた、総合順位で、再会は共に、ナムコの地方応援キャラである、ナムキャラ応援団の埼玉県担当最賃宮城県担当、田の子ちゃんとなった。ご当地部門単独再会は、京都府南端市の観光大使を務める桜ちゃんである。第22回より、ゆる。 キャラグランプリの発表は埼玉県羽生市でのゆるキャラサミットインハブにて行われてきたが全国の自治体から開催要望が相次いだことにより開催地は公募によって決定することとなった2014年4月18日愛知県常名市の中部国際空港にて開催することを発表した60以上の候補地から最終的には セントレアと相模原市との一騎打ちとなり、関東地方以外での開催を優先したことと、日本のへそに位置して、集客を望めることからセントレアに決定した。先に、ネットでの投票が行われ、そこで、上位100位までに入った、キャラクター及びゆる、キャラグランプリのイベントに出展しているキャラクターによる、決戦投票が、セントレアで行われた。ネット投票での獲得票数と、 決戦投票での獲得票数を2倍した票数の合算値を最終結果としている。グランプリは群馬県の群馬ちゃん、準グランプリは埼玉県深谷市のふっかちゃんが獲得、企業、その他部門では全国利用生活衛生同業組合連合会のバーバー君が1位を獲得した。最下位は大阪府堺市の堺。 緑のミュージアムハーベストの丘のキャラクター、みのりちゃんと長崎県池市池の暮らしシュ像の池っ子ちゃん、ご当地部門では同じく、池市の池市、ケーブルテレビイメージキャラクターであるライトくんビットちゃんとなった。なお、同グランプリにエントリーしていた群馬県のスーパーマーケットトリセンのイメージキャラクターであるハートリンに対して、同一人物による、 大量投票があったとして同社はグランプリを棄権した。11月21日から23日の3日間、静岡県浜松市の渚園で開催された。事前のネット投票では、愛媛県のミキャンが2位の静岡県浜松市の出世代名家康くんに7000票の差をつけて、首位だったが、現地投票では、ミキャン4182票。 家康くん49,302票と圧倒的な大差となり、地元開催という強みが決め手となって、家康くんが逆転1位に輝いた。また、企業、その他部門1位の静な浴びも、地元浜松市に本社がある企業のキャラクターである。なお、日本語統治キャラクター協会が開催に協力し、かつてゆるキャラグランプリの結果発表を行っていた。 世界キャラクターさ、ミッド・イン・ハブも11月21日22日に開催され、全国規模のご当地、キャライベント2つがほぼ同日ほどで開催される事態となった。浜松市の担当者は、産経新聞の取材に対して、天候や集客率を考えた、結果の日程だった。他に、ちょうど良い日がなかった。ハブ氏には、申し訳ないとコメントしている。 前年まで上位だったキャラクターの中にはゆるキャラグランプリへのエントリーを見送る陣営も出てきており、栃木県の栃丸くんは、不出馬の理由を世界キャラクターさ、ミットへ出演するためと明言している。2015年9月23日に名古屋で開催されたゆるキャラグランプリ2015中間発表の会場にて、 2016年11月5日、6日に行われる発表イベント開催地が愛媛県松山市と発表された。ゆるキャラグランプリが本州以外で開催されるのはこれが初めてとなる。会場は松山市城山公園芝生広場。これまでの投票では前年にグランプリを逃した上位キャラクターが雪辱を果たすために 翌年も上位に食い込む傾向にあったが、前年グランプリの出世代名家康くんと激しいトップ争いを繰り広げた前年2位のミキャンは、地元開催のため、来客のおもてなしに徹するという理由で、前年3位のフーカちゃんも、全国に名前を知っていただけたという理由で、それぞれ順位が確定する以前から2016年は、エントリー自体すると明言しており、 前年の2位3位の両方がエントリーを見送る、初めてのゆるキャラグランプリとなった。ミキャンが参加しない代わりなのか、特に愛媛県内からの参加が異様に多くなっているのが特徴で、放送局のマスコットまで参加している。グランプリは高知県須崎市の新城くんが、準グランプリは埼玉県本城市のハニポンが獲得した。ネット投票では、 新庄君が3位ではにポンが1位であったが、現地投票で、新庄君が7816票、ハニポンが3404票を獲得して逆転。最終的な1位と2位の票数差は4298票と、金差であった。企業、その他部門では、日本郵便のポスクマが、グランプリに輝いた。ポスクマと2位のコンノスケ、3位のリソニャによる、 激しい組織戦の結果、各ゆるキャラとも100万票以上を獲得し、ご当地ゆるキャラを含めた、総合順位で初めてベスト10に入る結果となった。ゆるキャラグランプリ2016の閉会式で、ゆるキャラグランプリ2017の発表イベント開催日をび、開催地が発表され、2017年11月18日19日に、三重県桑名市にある、 長島スパーランド駐車場内で開催されることが決定した。同年9月9日10日に愛知県名古屋市畜作にある吹上ホールにて開催された東海テレビ主催のイベント東海テレビ子供祭り2017内でゆるキャラグランプリ2017の中間発表を実施した。これまではご当地部門の1位は企業その他部門の1位より 得票数が上だったが、この年は企業、その他部門の2位までが、ご当地部門グランプリのうなりくんを上回る票数を獲得している。また、昨年度は1310位だったトライくんが、昨年度は144位と大躍進を遂げ、今年は3位と、さらなる大躍進を遂げた。前年の、ゆる、キャラグランプリ2017発表イベント会場において、 2018年11月17日18日に大阪府東大阪市の花園中央公園で開催することが発表された。同時に実行委員会の西周一郎会長は2020年をメドにイベント自体を終了することを検討中と発表した。四日市市役所職員数人が約2万のフリーメールのアドレスを使用し四日市市のゆるキャラ。 古入道君を一位にするため組織投票していたことが発覚した。また、大阪府泉佐野市、福岡県大牟田市についても同様の事例が発覚している。2019年3月29日に長野市で行われた記者会見において市内にあるオリンピック記念アリーナ M ウェーブ特設会場で11月2日、3日に開催と発表された。グランプリは 長野県のある熊が、準グランプリは、大阪府泉佐野市の一生犬なき、犬なきん、が獲得した。また、グランプリと、準グランプリは、61票差という金差であった。企業、その他部門では、ポコピー、バーチャルユーチューバーのおしゃれになりたい。ピーナッツくんが、グランプリに輝いた。ビチューバーがグランプリを獲得するのは初めてである。岩手産業文化。 センターアーピオ特設会場で10月3日、4日に開催された。キャラクターが乱造された結果、逆にインパクトが弱くなっているという批判がある。同じ自治体内でも、イベントや部署単位で兄にゆるキャラが作られて、多数のゆるキャラが乱立し、広報に統一感が失われ、キャラクターの知名度が低下するなどの問題も指摘された。ブームの加熱により、各地で、 キャラクターが乱立したことで活動の先進性や個々の注目度が薄れやがて成果が上がらないとして事業を縮小する例が続出している。ゆるキャラグランプリに参加するキャラクター数はグランプリ開始以降増加を続け2015年には最多となる1727体が参加した。しかしその後は減少を続け2018年には1000体を割り込み 投票数もピーク時の3分の1に減少した。グランプリで上位に食い込もうと多額の税金投入を行い、税金の無駄遣い、本来の理念に反すると、住民からの批判がある自治体も少なくない。また2018年の第8回いるキャラグランプリで相次いで組織票、不正投票が発覚した際には、批判が相次ぎ、市役所の職員が 投票工作を行っていたことから公務に支障が出るという声が上がった。NHK テレビ、クローズアップ現代は2018年11月15日にゆるキャラブームに異変、人気投票に組織票が、と題し、ゆるキャラグランプリの問題点とその背景にある地方自治体の疲弊した現状について報道した。しかし、問題とされるのは、 フリーメールからの大量の不正投票であり、組織票は問題としていない。また、公式サイトには投票について一人一日一回と記載されている。上述の通り、2020年開催予定のゆるキャラグランプリ2020の10回目の開催をもって終了することが発表された。なお、これは2018年の第8回グランプリの時点ですでに、 東京オリンピックの年を節目として終了予定が発表されていたものであり、2019年末からの新型コロナウイルス感染症の流行で急遽決定されたわけではない。2020年のグランプリが10月3日4日に岩手県の岩手産業文化センターアーピオにて開催されることが7月1日公式サイトより発表された。ありがとうございます。